マナフィーとすれば清水が、なんか昨日オンエア見たけどさ、ビジネスホテルで、なんかあのあれなんですか、可愛い春日が好きだから真横になってるの。でもさっきカメラ回る前に頑張ってねって言って、春日さんに。そう、実はスタンバイ中。頑張ってね、頑張ってね。なんと満面の笑みで高瀬にだけ応援メッセージを送っていたのだ。じゃあ相思相愛なんだ。はい、やだ、リオちゃん。清水言われた？そう、ないね、まだない。はい、悲しいです。魔性を覚え始めたカスに振り回された2名は果たして生き残れるのか。